こんにちは。今回の動画は竹富島をメインに観光した動画になります。前編では石垣島メインの動画を上げています。よければそちらもご覧ください。朝はホテルのルーフトップテラスで朝食を食べます。目の前に石垣港が見渡せます。前日は雨でしたが、今日はなんとか止んでいました。竹富島へはこの石垣港離島ターミナルからフェリーに乗って出発です。どうしてもここで買いたいものがあります。石垣島限定のシェイクのお店、マリアシェイクのプレーン味のマンゴーソースを無料でかけてもらいました。いただきます。牛乳のシェイク、めっちゃ美味しい。これはなんで有名なやつ？なんかマリア乳業という牛乳屋さん、のシェイクらしくて、でこれ私マンゴーにしたけど、泡盛りシェイクとかがあるらしくてね、それがね人気なんだって。へー、泡盛りが入ってるんだって。アルコール？うん。イエーイ、運転する人はダメ。あ、美味しい。牛乳、なんか濃厚。竹富島行きのフェリーに乗り込みます。石垣島から竹富島まではフェリーでわずか15分ほどです。フェリーは揺れもほとんどなく、あっという間に竹富島に到着しました。竹富島に着いた後は一番のお目当て、水牛車に乗ります。私は水牛車観光とフェリーの往復乗船券がセットになったお得なチケットを事前予約しました。これから集落をぐるっと回ります。今日皆さんのドライバー務めてくれるのはマクブック。男の子でまだ子供です。4歳、去年デビューしたばっかりです。人間にしたら中学1年生ぐらいですかね。めちゃくちゃ可愛い顔してます。後でね、写真撮れますから楽しみにしてください。頭もいいです。3歳から4歳の知能があるので、これから回るコースは全て把握してくれております。集落を水牛で回った後は水牛ちゃんと記念撮影をしました。おー、貫禄あるね。水牛はおっとりしていて、つぶらな瞳がとっても可愛いです。力持ちで働き者の水牛ちゃん、暑い中私たちを楽しませてくれてありがとう。海に向かって伸びる西桟橋、ここも竹富島でとっても有名なスポットです。桟橋がブルーの海に伸びて絶景でした。ここから望む夕日も最高に美しいようです。いつか私も夕日が見てみたいな。西桟橋の上空をドローンで撮影してみました。遠くからでもわかるキラキラした水面が美しい。昼ご飯は陽気な音楽が流れるこちらでいただきます。アグー豚のカレーやタコライス、八重山そばなど八重山の食材を使ったレストランです。
彼は軟骨ソーキそば、私は八重山そばをいただきました。木に囲まれた細い道を進むと絶景が待っていました。うわ、綺麗です。竹富島を代表するビーチ、近藤井浜です。綺麗やね。真っ白な砂浜と海のエメラルドグリーンのコントラストは美しく、思わず息を飲んでしまうほど。空の青さもこの景色を引き立ててくれます。何もせずずっと海を眺めていられます。海があまりにも綺麗で、体が勝手に海に入っていました。近藤井浜から歩いて星砂浜に着きました。星の砂が落ちてるみたいなので探してみようと思います。皆さん、ここでは下を向いて必死に星の砂を探しています。私が探したら星の砂いっぱいありました。簡単に見つかりすぎやろこれ。なんか岩の近くに星の砂落ちているらしくて、あの岩の近くの砂を手で掴んだらいっぱい星の砂が出てきました。サンゴの死骸らしいです。でも持って帰ってはダメって書いてました。竹の風鈴の音色が南国感を一層漂わせます。今回私たちは水牛車での観光以外は徒歩で散策しました。島にはレンタル自転車のお店がたくさんあるので、サイクリングをしながら島を回っている方がたくさんいらっしゃいました。ここでしか見られないような大きなサボテン、石垣や赤レンガの様子をゆっくり見て回るのも楽しい思い出になりました。今からちょっとお茶します。船の時間まで1時間ぐらいあるので、パーラーガンジュヤっていうところで甘いもの食べようと思います。私が頼んだ南国パフェが来ました。マンゴーソースとかマンゴーアイスが入っています。いただきます。うん、これがパイナップル味、これがマンゴーの生のマンゴー。うん、あ、甘い。カツマンゴー。おいしい。じゃあ、ホテルサードチェックアウトしました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、今からサーターアンダギ、サヨコの店っていう有名なサーターアンダギ屋さんに行きます。サーターアンダギ屋さんに着きました。サヨコのサーターアンダギです。結構並んでます。開店10時なんですけど、今10時で並んでます。石垣島でサーターアンダギといえばここと聞いて朝から並びました。狙うはプレーンのアンダギ。10個お願いします。はい、サヨコのサーターアンダギでプレーン10個買いました。出来たてめっちゃあったかいです。食べていい？うん、いただきます。ハクハク。嘘、めっちゃ美味い。なんか今までで食べた中に一番美味しい。本当にサーターアンダギの中で、うん、サクサク、いい、美味しい。あ、美味しい。うん、うん、プレーンはもう10時からの分しかないから、うん、あと時間によって紅芋とかバナナとか黒糖とかあるらしいけど、うん、まあ一応このプレーンが一番人気らしい。うん、だから10時前にいっぱい人が並んでこのプレーンを買うって感じ。めちゃくちゃうまいなこれ。おいしい。1個から売ってるから、うん、1個100円、うん、だったけど10個買いました。うまっ。今から石垣島の最北端にある平久保灯台というところに行きます。市街地から1時間弱かかりそうです。で、平久保灯台の近くに平野ビーチっていうビーチがあるので、ちょっとそこでドローンが飛ばせそうだったら飛ばそうと思います。
石垣島は海のイメージが強かったのですが、森林の面積がとっても広いです。天気の移り変わりも激しく、道中はスコールのような激しい雨が降っていました。北に近づくにつれて雨雲を通過し、晴れてきました。道の先にはエメラルドグリーンと濃紺のコントラストが綺麗な海が見えてきました。さっきまでの大雨が嘘のようです。平野ビーチは市街地から少し距離があるため、観光で来ている方はほとんどおらず、プライベート感も漂うビーチです。ビーチは波が穏やかで落ち着いた雰囲気がありました。設備は何もなく、人の手が入っていないので、自然のままの石垣島を感じることができました。今回訪れたのは3月中旬。海水浴をするにはまだ少し早かったので、次回はもう少し暑い時期にここでゆっくりと海水浴を楽しんでみたいです。石垣島最北端に位置する平久保崎灯台に着きました。エメラルドグリーンの海に真っ白な灯台が輝いていて、壮大な風景に感動します。灯台からは開けた水平線が目に入ります。小さな無人島やフェリーも絵になります。市街地からは1時間ほど離れていますが、太平洋、東シナ海が同時に見渡せて、わざわざ行ってみる価値のあるとてもおすすめのスポットでした。帰りはまたスコールのような大雨に打たれながら石垣島空港へ向かいます。今回初めての石垣島旅行でしたが、美味しい海の幸、人気のローカルフード、南国フルーツを使った絶品スイーツの数々でお腹が満たされ、水牛車に乗ったり、なんといってもどこの海も本当に綺麗なエメラルドグリーンで感動しました。次回は竹富島以外の離島にも足を運んでみたいです。一足お先に一杯やるみたいです。それはマグロのお刺身、マグロかな、白いのもあるね。ちょっと謎のお魚とホタルイカ、浮き漬け、はい。そろそろ帰りの飛行機が出発します。国内で素晴らしく綺麗な海と南国リゾートが味わえる石垣島、皆様の旅行先の候補の一つにしてみてはいかがでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。